皆さん拍手ありがとうございます。厄介ショーと立ち上がってくれました。さあ、アクリルガラスをはるかに超えて体長約3メートルあります。体の長さが3メートルもあるんですよ。さあ、そしてですね、体長3メートルと言いましたが、体重、重さはなんとなんと約1トンあります。どんな体も、よいしょ。長く腕だけが生えているのお分かりいただけますか。さっきからね、外にいるので少しずつ毛が乾いてきましたね。さあ、あの毛がですね、ライオンのたてがみに似て体をしていますが、こんなに大きなオスのなかなかありません。よかったら体もじっくりと観察してみてくださいね。さあ、こてつくん、体を見てもらいますと、しっかりと毛が生えているのお分かりいただけるでしょうか。特に首元周りの毛が長くうねっていることから、英語ではステラーシーライオン、海のラピオンとも呼ばれているんです。さあ、ごてつくん、ここでかっこよく倒立も決めてくれました。さあ、ごてつくん、ここまでかっこいい姿をたくさん見せてくれていますが、ここからはプールの中のひなちゃんと一緒に可愛いお顔をお届けしていきたいと思います。はい、暮らしているんです。こんなね、大きな動物がね、はい、野生にいると、日本にいると、考えると結構ね。